ポルグが地球に環境汚染が多すぎて、うんうん、で人口も増えすぎたと。だから一部のエリートだけが地球に住んでいいですよっつって、お前らあとはみんな外にコロニーで住めって言われるという、うんうん、でコロニーがいっぱいあって、そこでもうだいぶ経ってますみたいな、はいはいはい、半世紀が経ってますみたいな、うん、だコロニーで生まれてる人たちもいますよみたいな、うんうん、この構造ってなかなか面白い、ね、これってあれじゃん、アメリカファーストみたいな話じゃん、メキシコだよ俺こっちお前ら壁の向こう行けみたいな、北アレザーらしくなってきた。そうで、まあ、ヨーロッパで起こってることもそうなんだよな、はいはいはい、そうそう、だからドイツ入ってくんなみたいなさ、そのギリシャから入ってくるなみたいなさ、シリアから難民断るみたいなさ、でみたいな、それは地球に住めないみたいな、うん、でそのここにこういう状態にあるって、これだけでもすごくいろんなことを表現してるんだよ。で、うん、この中にあるコロニーの一個が独立するんだっつって地球に独立を挑んでくる、うん、独立を挑むどころか地球連邦と入れ替わって征服を企むってところまで暴走するって話だ。ものすごく分かりやすく言うと、あのナチス的な背景を入れてるんだけど、それだけじゃなくって、うん、めちゃめちゃ現実にあった戦争のいろんな要素がてんこ盛りになってるんだけど、一番よくあの分かりやすく一番なぜ胸にくるかっていうと、富野さん自身が体験した戦争が入ってるんだ。富野さんは戦争が始まった時に生まれてるから、はい、物心ついたら戦争終わってんだよ、はい、終わってますよ、マジで終わってるし参加できなかったしっていうやつなんで、うん、それはあの松本零士先生とかもそうだし、いろんなその人たちがいるんだけど、うん、富野さんそうなんだよ、参加しないうちに終わっちゃったの、でも第二の戦争が待ってる。ほう、それは堕落した政府に対して学生たちが革命を起こすって言い出したっていうのが学生運動、はい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 、堕落した政府に学生たちの、大学ですよこれ全部、学生たちだ、大学それが腐敗、そうだから大人たちのことケチョンケチョンに言ってんじゃん、うん、でもダメじゃんって、お前らダメじゃんと、うん、で我々こそがっていうスペースノイドなるものが、うん、これ大学生なんです、スペースノイドは。でスペースノイドプラスニュータイプっていう意識が出てくるんだけど、ここがまたポイントとしてでかいんだけど、はい、地球を外から見たっていう体験っていうのはユーリ・ガガーリン以降なんだよ。つまり地球は外から見た世代と地球を外から見たことがなかった世代に分かれてるな、世界観っていうのが、うん、冷戦のあのあたり、そうすると、うん、それ以前の人たちは地球なんて見たことないから、うん、だから国境とかで争うんだと、うん、はい、意識が低いんだよお前らは、はい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 、全体を見たことがないから。え、ニュータイプガガーリンのことなの？つまり、ガガーリン以降 の、はいはい、その要するに、うんうん、映像としてでしか見てないけれども、地球ってものを外から見たのがスペースノイドなんだよ、ね、でその意識がもっといくとニュータイプになるわけ。なるほどなるほど、うん、だから正しい人類っていうのはここで争っているのアホらしいんじゃなくって、なるほどね、重力に魂をね惹かれた者たちだと言うわけですか。それがセリフ、それそう、重力に魂、それは何とか前時代に引っ張られた、なるほどなるほど、でそれから解放されてんだ俺たち大学生はよってあるじゃない、うん、知ってっからさっていうさスノブじゃん完全にそうなんだから、そこにあるのは特権意識なんだ、やっぱり大学生の大学生だから。だけどここに一個大きな矛盾があって、はい、この人たち、あのこの人たち、まあ、敗戦するわけですよ。で、この人たちは、あ、ここにいた富野さん自身なんだけどね、リアルな戦争はって話するじゃん、はい、でもこれ戦争じゃなかったんですよ学生運動は、はい、バリケード作ってあのやり合っただけで、はい、別にその機関銃で撃ち合ったりとか空爆があったりとか、うん、実際の戦争とは違うごっこだったわけだよ、はい、だから戦争を体験してるとは言い切れない実は。うわ、はいはいはい、まあ、ここのコンプレックスがどういうふうに出るかというと、うんうん、俺は戦争を知ってるっていうことを知識で補うんだよ、うん、で戦争をガチで知ってる人は何も言わないんだよ。あ、なるほど、うん、で水木先生が戦争のことを語るときには本当にアホなことをしよったよっていう感じな、無理やり連れてかれたしみたいな。だからそのなんかそこ絶対にかっこよく書かないでしょ、ディティールも書かない。でトペトロの話はするんだよ
だから牛銀屋で出会った少年がバナナくれたって話するんだけど、うんうんうん、そっちのがリアルなわけ、うんうん、だからここのその手塚治虫なんかもそうだけど、手塚先生はさ空爆に体験してるね、はいはいはい、で周りで人が死ぬのもガンガン見てる、うんうん、富野さんはほぼわからない、うん、小田原にいてそれでもう体験はしてるんで戦争をでだけど後の食うや食わずは知ってるんだけど戦場は知らない、うん、だからそこの微妙な差でこの悩みは宮崎駿もものすごく背負ってる戦争を否定して戦争を語ってる割には実戦経験がないっていう、うん、だから必死でその世代特有のコンプレックスがそう作品に結実してで戦争って何なんだってことを徹底的に研究してるから、うん、戦記物とか、うん、だからいちいち細かいだザクが撃つと薬莢飛ぶんだよいるのあの薬莢なんでザク撃つもうでっかいのっていうかボーンとこにみたいなさあれもだからあと撃つ時の反動みたいなもん、うん、だ安彦さんの絵もそうなんだけど前に出たら後ろにも出るから、うん、こうなるわけだよ、うん、これをちゃんと描くというそれはだから整合性なん全部が整合性だし難民が出たらこうなるみたいなこととか、うんうん、食料がまず先だろうみたいなことが出てくるみたいなさところから塩がねないんですよそう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 塩が足りなくてね泣いてるやんどう言ってんのよう入れたな思って帰ってこい、 いやそれは富野さん自身が一番食い物がない時に子供時代だったから辛かったんですよ、うんうん、だから宮崎駿と富野さんに関してはそのとにかく食べるってことにすごい異常な執着があるでしょ、うん、これら全てがものすごく信頼感があるんだよそうなんですよね表現